泊まる大地のチャリできた。僕は今伊勢崎市の自販機食堂へ来ています。この自販機食堂は昭和時代に流行った自動販売機、食べ物の自動販売機ですね。それを楽しめるお店です。まあ現在はコンビニなどができてしまったのであまり見かけなくなってしまったんですけど、昭和の時代、まあ僕が生まれるより前の時代なんですけど、ちょっとしたドライブインなどで、まあ、サンドイッチやハンバーガー、うどんなどを売っていた自販機がこの店ではまだ現役で動いています。それからまあこれも珍しいんですけど、昭和の時代の当時もののガシャポンなども楽しめるお店です。大人になったとはいえ、僕もそんなに子供の頃と財布の中身は変わっていないので、このワンコイン500円でどれだけ楽しめるかちょっと楽しんでいきたいと思います。まあ僕にしてみれば500円、まあ、こういうところで500円使えるようになったというのもすごい出世ですね。まあ大人になるっていいですね。それでは中をちょっと楽しんでいきたいと思います。コカ・コーラあ、これあれですね、チーズバーガーとかハンバーガーが買えるみたいですね。300円、チーズチーズ、タルタルミート、メキシカン。タルタルミート気になるな。あとコロチャサンド、サンドイッチもあるみたいですね。あとは見たことない珍しいデザインのジュースです。ちょっとこれ個人的に気になりますね、このジュース。あ、これあれなんだ、北海道から直送なんですね。へえ。オリジナルグッズの缶バッジ、あ、でも完売してますね。こっちは自販機食堂のキャラクターですね。うん、みんな200円の缶バッジですね。でもこのキャラクター可愛いですね。昭和レトロな自動販売機です。キーホルダー400円、まあ、これやっちゃうと何も食べられなくなっちゃうんですけど、すごい、全てが当時もの。こっちはインベーダーゲームの消しゴムみたいですね。こちらも当時もの。まあ、車が乗り物好きな僕としてはこれ一番気になりますね。300円、スーパーカー消しゴムですね。これも全てが当時もの。運が良ければ消しゴム2個、3個、大当たりはなんと発射台付き。いいなあ。こっちは野球のバッジ、これも当時ものみたいです。そうですね、これ多分王さんじゃないですか、王貞治、一本足打法ですね。すごい、なんかお宝が出てきそうですね。こっちもなんか当時もののいろいろ入ってるみたいですね、キーホルダーで。古銭、これは江戸、明治、大正、昭和の古銭が入ってるらしいです。これも全てが本物。元が取れるのかな。こっちはなんだ、ペンダント、指輪、ブレスレットといろいろなうんこグッズが入っています。当たりはめっちゃ光るうんち。まあなんかすごい濃いガチャポンがいっぱいありますね。すごい気になりますよ。やってみたいけど500円なんで、今日ワンコイン予算ちょっと今日は我慢ですね。これトーストの自販機ですね。故障中ですとあるんですけど、メッセージがあります。ご来店ありがとうございます。トースト機はいつ直るのというご意見を多数いただいております。何分古い自販機で直せる方が不在だったり、もちろんメーカーからの部品供給もありませんので、探りながら少しずつ直しております。この自販機に関しておそらくここを直せば大丈夫かというところまで来ております。長期間お待たせしてますが、最近の自販機のようにサービスマンが来てすぐ直せるというものではないので、ゆるくお待ちいただけたら幸いです。もちろん直りましたらツイートしますのでよろしくお願いします。店主より。自分で修理してるんですね。すごい。
でもつい最近までこれ動いてたみたいです。いや故障しちゃったのが残念ですね。あ、2つあるんですけど、あ、これはうどんそばか。こっちは調整中みたいですね。また可愛いイラストで相変わらず調整中ですが、動きました。少しずつですがやっています。これもまた動き出すのが楽しみですね。あれ、これ本も売ってるみたいですね。新発売、レトロ自販機を引き取ってみたの本、よみがえるハンバーガー自販機の3年間の記録、ハンバーガー自販機を私に譲ってくださいませんか。その一言から始まった筆者のレトロ自販機復活プロジェクト、周囲を巻き込みながら移設、クラウドファンディング、修理、ハンバーガーの開発と突き進んだこの3年間の記録をこの一冊にまとめました。桜井バーガーマスコットキャラクターりっちゃん、可愛いキャラクターですね。へえ、でも1冊1000円か、ちょっと今日は予算オーバーですね。惜しい。でもなんかすごい読んでみたいですね。これがその自販機みたいです。これあれですね、僕が通ってた学校の近くにもこの自販機ありました。懐かしいな。グーテンバーガー確か300円ぐらいするんですよね。マクドナルドのハンバーガーよりちょっと高いんですけど、まあ、なんだろう、あのマクドナルドのハンバーガーとは違う素朴な味わいがいいんですよね。まあ、もっともあの当時僕はあんましお金がなかったので、これ友達に分けてもらって食べた記憶があるんですけど、まあ、なんかこの自販機からすごい熱いハンバーガーが出てくる、なんかあれがまたいいんですよね。懐かしい。まだ動いてるのが嬉しいですね。ではこちらのうどん行ってみたいと思います。うどんラーメン、じゃあラーメン350円買ってみたいと思います。お、500円玉対応してますね。いってらっしゃい。ではラーメン、あ、カウント始めましたね。当店自販機食堂のうどんラーメンの麺は、清酒や合成保存料等を使わず昔ながらの製法で丁寧に自社工場で製麺しております。その麺を自社で茹で一つ一つ仕上げて自販機に補充しております。うどんの天ぷらは手揚げの野菜のかき揚げを使用しています。ラーメンのチャーシューは秘伝のタレで3時間以上煮込んだ自社製のものです。ぜひともご賞味ください。この中に入っているというわけですね。残りの150円でこちらのコカ・コーラを買ってみたいと思います。あ、もうゼロコーラ以外売り切れですね。150円、ゼロコーラ、あ、キンキンに冷えてます。まずはラーメン行ってみたいと思います。具は下側に入ってるみたいですね。ちょっと混ぜてみると、お、チャーシュー、これですね、秘伝のチャーシュー、3時間かけて煮込んだというチャーシューが下側から出てきました。いや、これすごい、トロトロ美味しそうですね。チャーシューとわかめとシナチクも入ってますね。ではまずチャーシューからいってみたいと思います。いただきます。な、とろとろ、やっぱり柔らかいですね。3時間煮込んでて味もしっかり染み込んでます。美味しい。で次は自家製麺ですね。
うん、あ、もう美味しい。やっぱりちょっと特殊な麺ですね。普通の麺とはちょっと違うけど、やっぱり自販機特有の、まあ、僕も昔学校の近くにこの自販機あったんですけど、まさにその味ですね。多分伸びないように何か工夫してるのかな。うん、でこの憧れの瓶コーラ、瓶コーラもいただいてみます。今回ゼロコーラですね。あー、冷えてますね。うまい。スープも飲みやすいですね、うん、こってり系じゃない、あっさり系、懐かしい味です。ごちそうさまでした。ラーメン350円、コカ・コーラ、150円、合わせて500円のセットでした。まあこのラーメン自体は、まあ、割とサイズ的にはカップラーメンよりちょっと多いかなっていうぐらいのサイズなんですけど、まあなんだろうな、晩飯未満、おやつ以上みたいな感じですね。まあ何とも言えないちょうどいいサイズです。まあ、部活帰りとかに食べるのに最高なサイズだったのかななんて、あとは真夜中のドライブのドライブインとかでね、食べるのに本当にちょうどいいサイズだったんだろうなってことが想像できます。まあ、ラーメンとコーラの組み合わせもう最高ですね。いや、500円で、まあ、すごい、まあ、満腹感とは言えないんですけど満足感は大きいです。ごちそうさまでした。あれ、さっき僕が食べたこの自販機のキーホルダーですね、オリジナルキーホルダー、記念に買っていきたいけど今日は500円なので予算オーバーです。残念。でもこのデザインがいいですね。まあでも本物のうどんやそばより高いですね。むしろ2つ以上、3つ食べられちゃうかな。はい、ということで、500円で楽しんできました。今回僕が選んだのはラーメンと、瓶のコーラ合わせて500円。まあお腹いっぱいになったかって言われるとお腹いっぱいにはなってないんですけど、でも なんかこの楽しい空間ですね。お店に行って頼むんじゃなくてこのボタンを押して待ってる瞬間というのがまたいいんですよね、自動販売機のいいところ。本当はもっと予算があってこうガチャポンとかも楽しみたいんですけど、まあ、そこはやっぱりお金使いすぎちゃうので、まあここ来た際には予算を決めて楽しむのがおすすめです。まあ、やっぱりね、予算がないとどん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 ガチャポン回したくなっちゃうのでね。ぜひこの伊勢崎に来た際にはこの自販機食堂皆さんも遊びに来てください。それではまた会いましょう。さようなら。